イーちゃんのスーパードライ、社長の配信初めて見た。ありがとう。ずっと見てくれ。いらっしゃい。ということで、初めて来てくれた人がいるんで、プレゼンの曲を聴かしたいんやけどね。なんやろ。そうやね。初めて配信見に来たってことは、多分レペゼの曲とかも聞いたことないんやろうけど、まあ、俺が、最近ね、辛い思いとかあった時に、聴く曲があるよね、自分の曲で。この曲聴いて、やっぱこう頑張ろうって思える曲があるよ。で、俺がやっぱ辛いことってあんまりないけどさ、そういう時に聴いて、こう頑張ろうって思えるってことは、多分みんなもこの曲聴いて頑張ろうって思えると思うけん、ちょっと聴いてほしい、この曲。マジヒップホップ。さすがにこの曲はヒップホップ。誰がなんて言おうと、さすがにこれはヒップホップっしょ。ね。次の曲いこうかな。次の曲でおかしいな。そういう回じゃないよね。社長、高校留年しちゃった。大丈夫。俺も今、ほっぺたつねられたし、留年したことある。俺も高校生の時留年したし、さっきほっぺたつねられとった。こんな、もうほっぺたの輪郭が曲がるか、こんなんちなっとったし、今矢も刺さった頭に。だけ高校留年しても全然大丈夫。しかも、お姉さんの高校がどんな高校かわからんけど、俺の高校ってね、福岡青陵高校って言って、まあ、偏差値も割といい方でね、進学校なんよね。だけ誰もそんな学校で留年してんわけよね。だけ学校、全校生徒1学年で8クラスぐらいあって、全部40人ずつおって、学校で1000人ぐらいおったよね。そう。1000人おるだけなんやけど、俺だけ19歳。もう1000人、全校の中で俺だけ。俺だけ。そうなんよね。俺だけやし、だけあまり気にせんでいいよ。みんな、留年するし、っていう感じかな。ほら、頭にまた矢も刺さったし、気にすんなって。頭に矢刺さったことある？ないやろ。そのほっぺた両方こうやってつねられることがあってもさ、頭に矢刺さることってなかなかないやん。ね。ないと思っちゃう。留年したことありますっていう人はまあ、まあ言っておるよ。さすがにね、頭にね、しかもこの頻度でさ、つねられることある。こんな速さで帽子かぶされられることある、ヒゲとか。そしてもう一回頭に矢が刺さるってよ。で、下で犬が飛び降し。ね。そんなことある。そんなことないやん。だけど留年ぐらい大丈夫だよ。こんな頻度で矢刺さった人見たことある？ほぼ刺さりっぱな頻度やったら。やろ？っておらんやろ。ね。また刺されてよ。もう刺さってない時間の方が短い。どちらかというと。ね。しかも刺さったら、ほっぺたらへんから6個ハートが出る。見て。もう、ね。刺さるたんびにハート6。じゃあこれもう得かもしれん。ね。1矢に対して6ハートよ。1矢刺さったら6ハート飛ぶっちゃけ。こればっかりは、もう、あ、でもお金も来たし、猫耳もついたし、これに関してはプラスやね。ね。もうこれに関しては反応できんもん。これなんて言おうって、これカウボーイになったって言えばいいかな。さっきヒゲ生えたって言ったけど、帽子もセットやしね。でも、矢が止まらんし、どうしよう。本当ありがとうなんやけどね、矢が飛んできたらね。あ、もう手渡しでもハートくれるようになったしね。ありがとうね、本当に。いや、ちょうど今、ニット帽欲しかったし、グラサンも欲しかったんよ。だけみんなありがたいなと。でも、キャップが最近似合うって言われておけ。本当にキャップとか、一番何もあってもいいしね、キャップなんてね。しかも、王冠なんてね、みんなね、王様こうやってつけるよね。実際、こっちにこう、ちょこっとつけるのがちょうどいいよね。で、お金は何ぼ振っても構わん。お金だけは何ぼ振っても構わん。こればっかりはね、本当に。矢が何も刺さってもお金が降ってきたら頑張ろうって思えるし、まあそういう子、本当にそうなんよ。でね、クラブで頭に矢が刺さるパターンってね、そんなことないや。矢って矢がいいと思うよ。矢が頭に刺さるとき、大体外で何者かに狙われとってパーンって襲撃されるわけやんね。でもクラブの中でよ。クラブの中でね、矢が刺さることなかなかないやん。ね、すごいやん。もうほら、矢も止まらんのよね。しかも、ね、君たちの戦闘力測れちゃってるから今。ね、こんなことしゃべりながらね。しかもサボテンも踊りやすしね。もうどうしよう。まだ俺踊ってないってよ。俺が踊ってないのに、俺よりも先にサボテンが踊りだすよ。ね。もうこのグラサンばっかりは一番いけてほしい。お金が降ってきたら本当に嬉しい。
もうね、グラサンよりお金が降ってくるような世界であってほしい。俺お金降らしたよ、世界中に。けど俺にしか降ってきてないけど、本当に仕方がない。と思ったら札も飛んでくるけんね。お金って降ってくるって言ったら、小銭と思っとろ。そんなん大したことないけ。本当にすごいやつは、銃で札降らすけ。うん。金の雨。うん。金の雨なんやね。ガッポガッポなんや、本当に。ね。ありがとうね。ほら、また札のあれがあるけん。もう本当無限。あ、もう今こうなっとる最中にこう来たけんね。小銭がかったけど、あ、もう ほら、すごい。ね、これ、分け与えたい。うん。ごめんね、俺しか儲かってなくてね。もうこの矢とかも拾わんでいいもんね。もうお金が先やしね。もうこのクマは著作権大丈夫？このクマはペットの著作権取ってなかろ？ね、もうクジラじゃ驚かんくなってきた。うん。この今日の配信始まった時、クジラありがとうとか言ったのがバカみたい。クジラぐらいじゃ驚かんくなってきたよ、ほんとに。このお兄さん。もうこのクマは著作権取れてそう。ペットに全然似てなかったもん。一個前のやつはね、あ、もう本当にありがとうね、今日の俺のライブに来てくれて。ね、ペンライトまで買ってくれたやろ、これ。ね。だってみんなに配っとうわけじゃないもん。入り口で買ってくれたやろ、このペンライト。ありがとう、本当に。嬉しいわ。本当に。